皆様こんにちは。ピアノの本山智樹です。この動画のシリーズはマーク・レヴィンのザ・ジャズ・ピアノ・ブックというジャズの理論書を音声のみでざくっと解説していこうというシリーズです。どうぞよろしくお願いいたします。ジャズ・ピアノ・ブックチャプター1、インターバルとトライアドの概説から解説していきます。はい、まずはインターバルですね。インターバルっていうのは2つの音と音の間の距離。で、この図のフィギュア1の1には、最も小さい間隔、ね、半音単2度からオクターブまで全てのインターバルがミドル C。ミドル C っていうのはこのドの高さですねを、起点として表示されております。では、1個ずつ弾いていきますね。フィギュア1の1、まずは単2度マイナーセカンド半音ハーフステップと言いますね。この、2つの音ですね。で次、右行きまして、超2度、メジャーセカンド、全音、ホールステップですね。ドとレ。で、この、上に乗っかる音がだんだん半音ずつ上がってきます。ターン3度、マイナー3度。はい、超3度。そして、完全4度、パーフェクトフォースですね。そして、トライトーンと呼ばれる、ゾーヨド、または弦5度と言います。ゾーヨドっていうのは、音はこの音なんですけども、ファのシャープと捉えるか、ソのフラットで捉えるかで、ゾーヨドか弦5度ってことで言ってますね。これは言い方の違いです。ゾーヨド、オーグメントフォース、ディミニッシュフィフスで弦5度。そして完全5度、パーフェクトフィフス。そしてターン6度マイナー6。これラのフラットって考えた時ですね。でソのシャープっていうとゾを5度5度のゾードでオーギュメントフィフス。そして超6度メジャー6。そして次が、ターン7度シのフラットか、ゾ6度。ラのシャープのオーギュメント6かマイナー7ということで言い方のまた違いですけども、こういうことですね。そして超7度メジャー7、そしてオクターブというふうないろんな間隔、一番少ないハーフステップからオクターブまで全部フィギュア1の1には載っています。で次のページでは、じゃあ具体的にどこで出てくるかっていうのを、ジャズの、ジャズレパートリー、標準的なジャズレパートリーで表示されています。それを、一個一個弾いていきたいと思います。はい、ではインターバル、一個ずつやっていきたいと思います。では、単2度ですね、マイナーセカンド。まずこれは「What's New」という曲の最初のところですね。ここ最初の部分です。そこのここが半音になってますね。はい、でこれたくさんあるのでどんどんいきたいと思います。次下降系の単2度、今上がっていましたが下がるタイプですね。次はデューク・エルトンの「ソフィスケイティッド・レディ」という曲です。ですね。はい。で続けて、超2度いきます。上がる方の超2度。ビリストリー方のチェルシーブリッジ。あ、間違えました。ここの最初ですね。ここは超2度ですね。次下がる方の超2度。これはマイルス・デイビスのブルーイングリーン。いきます。ですね、ここは超2度になっています。で、次、ターン3度の上がる方のターン3度、これセロニアス・モンクの「エビデンス」という曲ですね。はい、これの、ここはターン3度ですね。というところですね。はい、で次が、下降系の炭酸度、マイナーサード、チック・コリアのミラーミラーという曲です。このメロディーですねが炭酸度です。そして、次、超酸度で上がる方の超酸度、同じくチック・コリアのウィンドウズ。ここですね、超酸度。そして、超酸度といったらやっぱりこの曲じゃないですかね。次、下がる下降系の超酸度、ジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップス。もう一回弾いてみましょうかね。ここの、ここが下がるところで炭酸となってます。そして、次、上降系の完全4用途、パーフェクトオースとかですね、マッコイタイのサーチ・フォー・ピースというバラードからいきます。ちょっと、ペダルないのでちょっと音不自然かもしれませんが、お聴きください。このメロディーのソロですね。はい、で次下がる方の完全4度。これはセロニアス・モンクの「Ask Me No」という曲から出て、この最初の2音ですね、下がってます。はい、続きまして次のページで次、トライトーンですね、増4度、弦5度ですね。で使われているのジョン・ヘインダーソンの「アイソトープ」という曲からいきます。ここだけしか書いてないですけどね、ここが、トライトーンになってますね。で次、下がる方のトライトーン、デューク・エリントンの「ソフィスケイティッド・レディ」の18小節目と19小節目ということで弾いてみます。こんだけいっぱい弾きましたけども、トライトになっているのは最後の2音でしたね。はい、じゃあ次、完全5度の例で、ウェイン・ショーターの「アンゴラ」という曲ですね。これ上がる方ですね。はい、この最初のここですね。で次下がる方の5度、完全5度、パーフェクトフィフス、これ同じくウェイン・ショーターの「ブラック・ナイル」という曲のイントロです。でこの最初の完全5度なんですね。はい、そして、次ターン6度マイナー6の上がる方、上降系ですね、ウッディ・ショーの「イン・ヤ・カプリコーニアン・ウェイ」という、ちょっと今あんまり読めてませんでしたがやってみます。間違えましたね、例が下ですね。はい、でここの最初のここのラファーですね。次、下がる方のマイナー6度はフレディ・ハワードの曲の「ハッピータイム」のイントロです。はい、イントロの最初の2音ですね。これがターン6度になっています。はい、そして次、上降系の超6度メジャー6ですね。こちら、セロニアス・モンクの「ミステリオーソ」という曲です。これ1オクターブ下でしたね。1オクターブ下で弾きましょう。ここは超6度でした。はい、じゃあ、次が、ディジー・ガレスピーの「オウ」という曲で下降系の超6度。ワン、ツー、ツー。下がってる超6度というましたね。はい。じゃあもうちょっと続きます。はい、もうちょっと続きますね。次、単難などマイナー生物の乗降形。さっき出てきたデューク・エリントンのソフィスケティッド・レディ。さっきと同じやつですけどね、もう一回弾きます。ここ弾きますね。もう一回弾きます。はい、さっきと同じなんですが、そこのここが単7度っていうところでしたね。はい、これを説明するだけにだいぶ時間かかってしまいました。すいません。はい、じゃあ下行形単7度いってみたいと思います。ビリー・ストレイホーンのソフィスケイティッドではなくチェルシー・ブリッジの真ん中4小節目のところですね。はい、ここのここですね、ここが単などでしたね。はい、はい、次は、上がるほど超7度ですね。はい、ジョー・ヘンダーソンの「セレニティ」という曲の、2番目と3番目のとまず弾いてみます。はい、ここのラのフラットとソが超7度になっています。はい、次、下がる方の超7度。メジャーセブンス、ウェイン・ショーターの This is for Albert という曲の一部ですね。この最初のここが超7度ですねになっています。はい、じゃあ続けて次は今度だんだん広がっていますが乗降形オクターブの乗降形ですね。次ビリー・ストレイホーン「デイドリーム」です。ここがオクターブですね。はい、で次が、下降形でフレディ・ハバードのバーディックの2番目と3番目の音です。はい。はい、ここのオクターブでしたねっていう例でオクターブまでお送りしました。で次がオクターブを超えたやつですね。オクターブを超えたインターバルメロディーに出てくるのはまれなんですがいくつかの例をまた書いてありますのでそれを弾いてみたいと思います。乗降形の単9度ですね。まずは弾いてみます。メインショーターのワイルドフラワーの一部。はい、これが単9度マイナー9度ですね。はい、でこれ上がってみます。下がる方でベニー・ゴーストの「I Remember Clifford」弾いてみます。ちょっと間違ってますね。最後の、はい、ここの部分が探求度でした。あともう少し続きます。はい、あと少しいってみましょう。次、超級度、上高系の超級度。ので、デューク・エリントンの I got it but end that ain't good からあります。いきます。ここですね、ここは9度、ダイバーになってますね。で次が、格好圏の11度、ダイバーになってますね。ジョー・ヘンダーソンのインナー味からいきます。最後のところですね、ここが花11度と1オクターブと4度ぐらいですね。だいぶ離れています。そして最後、下降系の13度超13度ということでビリー・ストレホン・チェルシー・ブリッジからいきます。ここの最後のここは13度離れているところですね。13度とか1オクターブと6度ですね、だいぶ離れているということでした。